ここはね、鳥鉄さんでとっても有名な。チャ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 ーン。今新木場から通知が出ます。この電車は京葉線各駅停車海浜幕張行きです。次は葛西臨海公園です。正面に見えているのがお客様にお願いです。東京ゲートブリッジです。車内では携帯電話をアナログ通信のところに通話をお使いください。ご協力をお願いします。釣り場があります。それで This is the KOI train for 海浜幕張 The next station is 葛西臨海公園 今は開放されてるそうです。キャンプとかレンタサイクルとか売店とかは今はやってないそうです。ご注意ください。お立ちのお客様は釣り革 SD におつかまりください。じゃじゃん。 We will be changing to another track. If you're standing, please hold on to a hand strap or rail. 大観覧車です。まもなく葛西臨海公園。葛西臨海公園、お出口は右側です。The next station is 葛西臨海 Park, JE6. The doors on the right side will open. なんかね、最近決まったらしいよ。この先、電車が揺れますので、ご注意ください。お立ちのお客様は、釣り革、SDにお使いください。
We will be changing to another track. If you're standing, please hold on to a half strap or rail. あと、バーベキューとかもできるんですけど、バーベキューも用意役立つので、これ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 、これ水族館。見えるかな？ちゃ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 。はい、もうすぐ舞浜です。じゃじゃじゃーん、まもなく舞浜見える。お出口は右側です。あれが見えてきたよ。ディズニーリゾートライブはお乗り換えです。トイストーリーホテル。じゃじゃーん、舞浜JE7。ディズニーランドホテルに行ってきた。ちっちゃっちゃん。おー、眩しい。今日あれ持ってこなかったな。なんだっけ。サングラス。こんな感じで舞浜到着です。じゃじゃーん。そう、今日が4時だね。4時、日が暮れるのが早いので、ちょっとリゾラでぐるぐるしちゃおうか。じゃじゃーん。これさ、ダッフィーちゃんなんでかわいいよね。看板見える？こんな感じね、すごいかわいい。こんな感じで、じゃじゃじゃーん。
かボンボ。ボンボの方が結構人が多いね。はい、リゾラ見える？こんな感じ、かわいいな、リゾラ。あ、そういえばなんだっけな、リゾラの新しいバンデパスがまた11月販売されるらしいよね。ごめんね、なんかね、拾っちゃった。じゃじゃじゃーん。はーい。あ、エクスピアリからたくさん人が帰ってくる。すごい。みんな、よいしょ。リゾラからもたくさんね、人が帰ってくるね。あ、じゃあ混んでるかな。じゃじゃん、はい、じゃじゃじゃん、リゾラー、ほいで、じゃじゃん、どうしよっか。一応全部あるんだよな。どうしようかね。ね、一応4種類あって、これスプーキーブーのやつ、スプーキーブーのやつと、あっちにあるのがね、ミッキーゴースト。スプーキーブーにしよっか、今日は。ね。じゃあそうね。今日バッサン。バッサン。くれました。あー、そうだ、ね、どうしようかな。あ、アニバーサリーエキシビションちょこっとだけ見る？ちょこっとだけ見よっか。この模型がさ、すごいかわいいよ、ほら。すごいよくできてるよね、これ。はい。リゾラタイプシールの中、こんな感じです。
感じで。ちょっと待ってね、あとはまた今度ゆっくり行きます。はい、ごめんね。それで、内側のね、エスカレーター後ろの後方の方だと、途中でこのディズニーリゾートのね地図がある。本にご注意ください。エスカレーターを利用の際は、じゃじゃん。多分一番前はね、今日は休日なんで混んでると思うんでね。うわ、閉まっちゃうかな。うわ。閉まっちゃった、残念。もうそっか、あ、空いてるね。じゃあ前は一番前行こう。あ、ちょうどねタイプ C 来てたんだね、ミッキーちゃんの。今はね6分間隔で、座れるかな。おー、こんな感じ見える。いいね。暑い。今こんな感じ。シンデレラの曲かかってる。暑いね。あ、次のがあれだね。今2台で動いてるみたい、リゾラ。はい、こんな感じです。よし、今のうちに回っておこう。はい、今さあれだもんね、6時には真っ暗になっちゃうもんね。あと2時間しかないよね。うお、2周ぐらいできるかな、どうだろうね。ちょっと待って、これ大丈夫かな。あと10分しかない。ハロー、あと10分しかないね。ね、途中で切れちゃったらごめんね。ちょっとどうだろう、やばいやばい。でも見えるとは思うんだけど。はい、じゃあ向き変えるね。暑い。美女と野獣のあの朝の風景がかかってる。やばい、歌いたくなっちゃうね。見て、こっからね、見えるかな。ここのさ、もっと右側にね、あれがあるんだけどさ、なんだっけ、ディズニーランドホテルの、あの右肩にね、あのあれが大観覧車が出てるんだけど、それがね、ダイヤモンドのようにね、キラ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 光ってて、すごい綺麗なの。ちょっとわかんないね、ごめんね。ちょっとわかるかなと思ったんだけど、どうだろう。わかんないか。すごい綺麗、キラ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 光ってる。わ
かんないか。ああこれさ、一枠目間に合うかな。ちょっと時間が気になってきた。あ、もうすぐ電車来そうだけどね。来ない？違う？ちょっと待って、違うか。あ、今列車が参ります。ホームのドアからライトをお待ちください。 The resort liner is now arriving. Please stay clear until the gates are open. あ、来た来た。このね、紫のラインのリゾラはね、昔ね、あのダフィーちゃんのあれやってて、すっごい可愛かったんだよ。あ、混んでるね。やっぱ親子連れが。めちゃめちゃ混んでる。そうだね。
ごい、あのシンデレラ城 の、 あの上のところのゴールドの屋根のところがキラキラ輝いてて綺麗。キャストさんが手を振ってくれてる。あれ？見えてる？見た時前一度しかできたのかと思って、うん、すげえできてる。ファンタジースプリングスとトイストーリーホテル。あ、トイストーリーホテル、なんかまた絵がついたような気がするな。そう気のせい。あ、あとあれだね、ファンタジースプリングスが随分できてきたね。美女と野獣のお城です。いいじゃん、ね、ここにシンデレラ城がここで交差します。これはリゾラしか見れない光景です。大好きこれ。じゃあ見てみて、ほら窓枠がすごい豪華。こんな感じで、メインエントランスで、で、ここ駐車場かな？駐車場で、こんな感じ。続き見えるかな？一旦切るか。ちょっとやばいね。これで、切れちゃったらごめんね。これがあそこに見えるのがネバーランドの山です。それで、こっちの緑のあれがネバーランドで、手前にあるのがなんかね、レストランだそうです。手前に小さい緑のが、それで奥のがネバーランドのアトラクションで、これでネバーランドの山が見えてます。ギリがね、うわー、なんとか見えるといいな。よし、それで、こっちが、ホテルです。じゃじゃーん。それで、これがピクシーホローかな。ピクシーホローで、それで向こう側にあるのが、ホテル、ピンクのがホテルで、あー、映んない、ここからだと映んなかった、ごめんね。あれは見えたんだけど、はい、こんな感じで。ちょっと切れちゃうね。一回切れちゃうね。ごめんね。この後一旦。